特集です。インターネットのワンクリック請求は随分前から注意が呼びかけられていましたが、実は現在もまだ被害はなくなっていません。巧妙化する手口と対策についてレポートします。昨日、コンピューターウイルス強要の容疑で無職の男が逮捕されました。これはいわゆるワンクリック請求と呼ばれるもので、利用者のパソコンにウイルスを感染させ、料金請求画面を貼り付けて消えないようにした容疑です。ワンクリック請求とは、主にアダルトサイトで無料の動画を見ようと画像をクリックして、次へ次へと進んでいった利用者に対し、ウェブサイト運営者が利用者の意思に反して会員登録を行わせ、料金を請求する手口です。このワンクリック請求の被害は未だに後を絶ちません。独立行政法人情報処理推進機構 IPA への相談件数は、ピークは収まったとはいえ、未だに月間相談件数が300件近くに上っています。まさか自分がワンクリック請求の被害に遭うとは思いもしませんでした。検索サイトからアダルトサイトに入り、被害に遭った A さんです。つい気軽な気持ちで検索して、そこから次へ次へとクリックしてしまって、まあ早く見たいもんですから、細かい文章なんか読まなかったし。この A さんのケースから、ワンクリック請求の手口を見ていきましょう。まず、検索画面に、無料動画などのキーワードを入れます。上位に現れたウェブサイトのリンクをクリックしてみます。検索サイトからジャンプした先のアダルトサイトです。ここで無料動画の再生をするには画像をクリックする必要があります。ここからワンクリック請求の巧みな誘導の手口が始まります。すると次の画面でまたクリックが必要になり、さらに次の画面でもクリック。こうして複数のウェブサイトを点々とさせられます。これも手口です。複数のサイトを経由させられることにより、利用者はかえって焦燥感が高まり、注意力が散漫になってしまうのです。そして最終的にワンクリック請求を行うウェブサイトに誘導されます。たどり着いたウェブサイトには無料の文字はありません。利用者はこのようにして気づかないうちに無料を謳ったページから有料サイトへと巧みに誘導されるのです。最終的にたどり着いたワンクリック請求のサイトには、20歳以上である、業務で利用するパソコンではないといった言葉とともに、利用規約に同意して先に進むと書かれたチェックボックスがあります。こうした手順を踏ませることで有料であることの注意をそらしています。またハイボタンの下には小さく利用規約があり、有料であることが書かれているケースもあります。これらの表示をよく確認せず、チェックマークを入れてハイボタンをクリックすると、先ほどとほとんど同じ画面が再度表示されます。よく見るとこれが再確認画面です。今度は2つのチェックマークが初めから入っています。確認しないまま再度ハイをクリックして先に進んでしまうと、動画を再生するためのリンクらしきものが並んでいます。またこの画面では動画を再生するための手順が示されており、次にリンクをクリックして表示される警告ウィンドウで実行ボタンを押すように案内しています。この案内は利用者のパソコンにウイルスを感染させるための誘導で、信用すべきではありません。動画を見ようとしてリンクをクリックすると、案内に書かれている通り、Windows のセキュリティの警告と書かれた警告画面が表示されます。これらを無視して実行してしまうと、パソコンはウイルスに感染してしまいます。画面にはご登録完了などと表示されています。もうびっくりしました。登録完了なんて。それから繰り返し永遠と登録画面が出てるんです。お金を払うまで消せないみたいな。一旦ウイルスに感染するとパソコン内部の設定が書き換えられ、登録完了画面が繰り返し出るようになります。 A さんのように検索サイトから誘導されるケース以外にも、現在さまざまな誘導パターンが報告されています。
動画投稿サイトから誘導するケース。これは利用者がさらに見たくなる気持ちを逆手に取る手口です。有名人や流行の話題をキーワードにした検索から誘導するケース。上位に表示されたダミーのブログや情報サイトの中にある悪意のあるリンクをクリックさせます。ブログやツイッターに表示された悪意のあるリンクをクリックさせて誘導するケース。不特定多数宛にメールを送信し、興味を引かせ、本文中の悪意のあるリンクをクリックさせて誘導するケースなどがあります。どうすればワンクリック請求の被害を防ぐことができるのか、事前の予防策をお伝えします。何よりも重要なことは、安易にボタンをクリックしないことです。重要な表示を見逃したり、画面をよく読まずにクリックしたりして先に進むと、利用規約に同意して意思表示をしたことになり、本人の責任が問われる可能性があります。サイトの運営者は、電子消費者契約法や特定商取引法を熟知しており、その盲点をついて誘導してきますので、細心の注意が必要です。ウイルス対策ソフトを使っているから大丈夫と考えるのは危険です。ワンクリック請求を行う業者は、自分のサイトのウイルスがウイルス対策ソフトで検知されないよう変更を繰り返しています。セキュリティベンダーとワンクリック請求業者がいたちごっこをしている状況ですので、安心は禁物です。また、未成年者がいる家庭では、有害サイトをブロックするフィルタリングソフトを導入することが勧められています。アダルトサイトや薬物情報など、未成年者にはふさわしくないウェブサイトの閲覧を防ぐことが可能になり、ワンクリック請求を行うサイトの閲覧を防ぐことができます。次に、請求画面が表示される症状が起きてしまった場合の復旧方法をご紹介します。まず、システムの復元による復旧です。Windows には動作にトラブルが発生した場合、システムの設定をトラブルが発生する前の状態に戻す機能があります。これを利用する方法です。トラブルが発生した日よりも過去の復元ポイントを選択し、システムの復元を実行すると、Windows が復元処理を試みます。ただし、復元によって動作が保証されるものではありません。一部のアプリケーションの動作が不安定になったり、最悪の場合、パソコンが起動しなくなるといった状態になる可能性もあります。重要なデータは必ずバックアップを取ってから実行してください。システム復元ができない場合は、パソコンの初期化を行います。初期化とは、パソコンを購入した時の状態に戻すことです。このため、ウイルスによる影響はなくなります。パソコンの初期化方法は、パソコンごとに手順が異なるので、パソコンに添付されているマニュアルを参照するか、パソコンメーカーにご相談ください。初期化で注意しなくてはいけないことは、パソコンに保存されたメールや写真、文書ファイルなども消えてしまいますので、初期化作業を行う前に、重要な情報を USB メモリー、DVD、外付けハードディスクなどにバックアップしておく必要があるということです。最近、スマートフォンでもワンクリック請求の被害が報告されています。スマートフォンの場合、電話番号やメールアドレスなどの情報が抜き取られてしまいますので、注意しましょう。以上、ワンクリック請求についてお伝えしました。ワンクリック請求に関するお問い合わせは、IPA 情報セキュリティ安心相談窓口までお尋ねください。こちらでは、復旧方法など技術的なお問い合わせに関してお答えしています。業者との契約に関して不安がある場合は、消費生活センターなどにご相談ください。日本の元気を IT で。私たち IPA は、情報セキュリティ、ソフトウェアエンジニアリング、IT 人材育成などの活動を通して、誰もが安心して暮らせる、頼れる IT 社会の実現を目指します。